裏技ファミコン大全集。どうもタブヤンです。はい、キャプテン翼、こちらの裏技をやってみたいと思います。ご覧のような隠しパスワードを入力すると隠しチームとね対戦できるという噂が立っておりますので、私が入力ミスしてなければいけるはず。翼は強い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 な。スタート。第2試合、全日本ジュニアユース対、名前な情報なしスタメン若島津、なるほど。若林はいないね。 OK、 これでいこう。さあ行くぞ、日本の代表として頼むぞみんな。いや誰と戦うねレベル A。 さあ謎のチームと対決です。カズオ行くぜ。まずいな。あ、ワンツーとかはないんだね。キャプテン翼はワンなんでね。サム君へパス。サム君パスキャッチ。敵の6番が来た。誰やね敵の6番。翼君にパス。翼君パスキャッチ。挨拶しましょう。おお、めっちゃ強いんじゃないこれ。ガッツ最大、ドリブル153とかわけのわからん。ドライブシュート、いけい。挨拶代わり。おお、すごい、めっちゃ強い。全日本ジュニアユースなんじゃないか。中学生ですからね、キャプテン翼1は。レベル A、 全員名前なしかな。これは若島津かっこいいな。三角飛び、キエー、ナイスキャッチ。若島津くんパス。 OK 行くぞ。日本代表もね、リオオリンピック行きを決めました。まあ、それを記念してという大げさなものではございませんいやーよかったね。イラク戦ね、一度も勝ったことのないイラクにね勝つという素晴らしい試合でしたね。おっと、カズをマークされてるな。ドリブルで行こう。マサオ中へ切れ込む。なぜかパスができない。佐野、ヒューガ、翼、ジト。ヒューガ君がドフリーですよ。オーバー、あ、間違った、オーバーヘッドしたのしたかったのに。楽勝じゃないか。何このレベル A の A っていうチーム退屈だなこいつ、こいつら。今のところパーフェクトゲームですね。せっかくなんでね、前半終わるまでやりますか。ソーダ君のタックル、佐野君マークでいいんじゃないか。みんなこれ強すぎるな。カミソリシュートここから打って入るんじゃないかこれ。これはなんかストレス発散のパスワードですね。みんなね基本能力が高すぎ あ、キャプテン翼1はあの1点入れても選手交代とかできないんだね。お、カズオすごいじゃないか。あ、なんだこのラインディフェンスは、すごいななんか8人ぐらいでラインを作ってるぞこれ。ドリブルでかわせるんじゃないかこれ。おお、気持ちいい。
みんなこのキャプテン翼負けた負け試合とかした後ね、これでやった方がいいですよ。翼くん、まさ、翼くん、シュート、ダイビングヘッド、これ入るでしょう。キーパー、まだ試合始まってからボールを触っておりません。なんだ、選手交代できないのかこれ。だからハーフタイムでしかでき、ミスギ君出そうと思ったのにね。カミソリタックルとかないんだね。カミソリタックル、ブロックは、あ、ブロックもないんだね。えパスカット、おほほほ、なんでもパスカットできる。松山くんは、おいるね、松山くん。イーグルショットだ、松山くん。自陣からの、あー、間違った、これ連打になってしまうというね。まさかこれ入らないよな。入るのか、ポスト。イーグルショット打ちたかった。あ、ヒューガ君カット。あ、せっかくなんでタイガーショットですね。タイガーショット、うりゃ、中学生の打てるボールじゃない。キャプテン翼楽しいな。結構ね、こんな現実離れした、ゲームで、漫画ですけどね、漫画読むと面白いですよね。そうでもないですよ、うん。もっと、翼正雄、これ絶対取られる気がしない。まだ一回も敵触ってないじゃない、ボール。誰もいないか、松山君。あー、松山君あんなとこにいるのか。パス出してみるか、松山君。で、ここからね、イーグルショット、もう今度こそチョンと押して、よし、イーグルショット、これがお見せしたかったんだ。地を這うイーグルショットなのになんで上行くんだろうね、おかしいよねこれ。おー、決まりました。いやー、ストレス発散だねこれ。もう前半でなんだあれでいいんじゃないの、あのコールドゲームで早苗さんを見ながらお別れしたいと思います。それでは次回の裏技でお会いしましょう。さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。